連邦一東交差点の方へと来ました。この辺り周辺高層がですねいっぱいに立ち並んでいる一角 UR なんですが、57号館の14階建てが大阪市営高見住宅になっています。そうすると信号を渡ってくると千鳥橋緑公園へと差し掛かってきます。 UR あるいは市営住宅が立ち並ぶフローラルサンの一角にあるところなんですが、幼児用の滑り台、ブランコ、柵のついた砂場があって左手にコンビニ、そしてこのようにですね緑の木が植えられていてお手洗いの方がついているんですね。そして先を進むと時計台があって半屋根式の休憩場所、その中真ん中にテーブルがあるんですね。その此花区というとですね此花大橋があって舞洲方面へと向かっていく橋なんですけれども、実は2025年に大阪・関西万博が開催される予定になっていて、実はですね11年3月まで歩道の利用ができなくなっているんですね。地図はこのようになっていて、島への方から、この花大橋方面へとですね運行していくんですけれども、バスは運行してるんですけれども歩行者は通れないんですね。そのために島屋から鳥島を経由して阪神高速5号湾岸線を通り常吉大橋があるんですが、それを渡って舞島の方へと向かっていく、迎えるということになって大海という形になるんですね。公園を出てくるとその先に目を向けると遠いところではあるんですが、大阪ベイタワー弁天町周辺が見えているんですね。過ぎてしまったんですが、この11階建ての建物が UR 千鳥橋団地になっていて、そしてその先を進んでくるとまた高層の住宅が見えてきますが、実はこの花厚生年金高層共同住宅なんですね。フローラルタウン南の交差点を過ぎて来たかと思えばすぐに高見新家公園前の交差点なんですね。そしてこのように高見新家公園が大きく広がっているということになります。この公園の紹介をしたいんですけれども、都合によって今回は省略にしますが、このようにですね待合場所があって奥の方にコンビニがあるというですね、高見地区最大級の面積を誇る公園ですね。信号を渡ってきたんですが、この3号館が大日向厚生年金住宅なんですね。そして渡ってくるとすぐに阪神高速2号淀川左岸線の大日向料金所入り口になります。出口を兼ねているところなんですね。そしてこの2号淀川左岸線の方はここから地上の方へと出てくるということになっていきます。そして大日向入り口のすぐ左手の方斜めになるんですが、こちらには新家西公園があります。このように散歩道がいっぱいに広がっている公園になっていて、ベンチの方そして休憩場所の方が置かれているんですよね。このようにですね緑の木々に囲まれてベンチに座って、歩くのもですね非常にいいかもしれませんね。公園を後にすると14階建てからなる福山通の社宅があって、そして大阪支店の事業所になります。この中にはキングジャムの方入っているんですけどね。そして右手になにわ通の事業所を通り過ぎて吉野五西交差点へと向かってきます。今はもうすでに福島区の中へと入っているんですが、大きいの台に開閉のですね開と書いてですね漢字をですね大開とですね読みがちになるんですが、実は正式には大開くという名前なんですね。吉野五西交差点へと差し掛かってきて、そこから左右へ曲がって北港通りの方へと入ってきます。そこから信号を渡らずに右の方へと曲がって大阪整形外科病院があるんですが、そこから橋カーブを曲がってくると千鳥橋方面に行くことになるんですが、今回はここから左へと曲がってきます。福山通運の社宅のこれが北港通り側になるんですが、公園があって公園名はないんですけれどもブランコと滑り台が置かれてあります。こちらはですね誰も入ることができるようなんですね。
その先を進みたいところなんですが、まあ、歩道の側の方で今工事をしているというところで、ここで信号を渡ることにします。すると信号を渡ってくると万代福島吉野店が見えてきます。信号を渡って反対側の方に来ました。こちらが永和商事ビルなんですが、医療機関と調剤薬局が入っていて、そして大阪福島神経郵便局を過ぎてきます。そしてその先、北港通りの方を向かっていくと阪神の野田駅、大阪メトロ千日前線の野田阪神駅方面へ行くことになります。ですがここで北港通りから離れて右左に曲がって、今は吉野五丁目付近を歩いていることになります。事業所とマンションが建っている北港通りのいわゆる右側の道を進んできます。さらにそこから右に曲がって2車線の道路へと出てきて、野田中学校前のバス停を過ぎてきます。そしてちょうど今221系が通ってきているんですが、 JR 大阪環状線方面へと向かいます。さらに右の方へと曲がってくると左手に公園が見えてきますが、新家公園へと差し掛かってきます。右手の方にブランコ滑り台があり、そして三角形の椅子があって、奥にトイレがあり、そして歯の屋根のついた休憩場所があって、小さなコンビ遊具ですね、そして柵のついた砂場があって、その先に校舎が見えるということですね。そうすると左手に大阪市建設局の西野田倉庫が見えてきます。福山通運の高層の社宅を戻ってきている形になるんですが、そこから左に曲がり、西野田倉庫を左に見つつ進んできます。左手に神経保育園浪速福祉会の幼稚園が見えてきて、福島ともしび園デイサービスセンターがその右手にあります。右手のビル、こちらが下地造船になっていて、福島から再び此花区の方へと戻ってきました。そして右手に目を向けると、5階建ての中層の市営住宅が見えてきます。左手の4階建てのビル、こちらが NTT 西日本此花ビルになります。その NTT ビルと市営住宅を見ながら進んでくると、その先に右斜めへカーブしてくることになるんですが、西九条駅周辺に近づいてくることになります。右斜めに大阪共鳴館病院が見えてきたんですが、その病院の手前で左に曲がってきて、右手の方に小さな公園が見えてくることになります。右に曲がってきたこちらが西九条小公園になっているんですが、健康遊具が一つ置かれて待合場所がある程度、まあ、小さな公園なんですけどもね、まあ、そちらに人がいらっしゃいますので、まあ、そこは通るのを避けて西九条駅へと向かっていくんですが、その先に目を向けると、すでに西九条駅周辺に近づいてきているということなんですね。そして住宅地の中、商店が立ち並ぶ中を抜けてきて、 JR 西九条駅の方が見えてきます。西九条に着いた後、大和路快速で大阪に向かい、そしてすぐにこの電車で乗ることができましたので、 JR 吹田駅の方で結果をご紹介することにします。 JR 吹田駅の京都ホームの向かって左側にはアサヒビールのですね、工場が見えていて、その先に着いた貨物ターミナル駅があるわけですね。今回は阪神の淀川駅から高見地区を通って JR 西九条駅まで歩いてきたわけなんですが、高速でサンダーバードが時間にして52分58秒、距離にして 4.12 キロ、5584歩の381キロカロリーということで、まあ淀川駅を出てからですね、エビエ下水処理場の周辺がですね、多く広がってきて、そして出てくるとすぐにですね、高
上地区の最大級の高層の住宅地が立ち並ぶ一角へと入ってくるわけで、まあ、それにしてもですね、4キロほどですね、淀川駅の方から、まあ、大回りする形で、住宅地を大回りする形で進んできて、このような距離だったわけなんですけれども、まあ、今日はですね、11月とは思えないようなですね、暑さになっていて、まあ、汗が出るぐらいのですね、感じになって、まあ、水が飲みたくなる、そんな気持ちをさせてくれますよね。ということで今回の動画はこちらまでとなります。ご覧いただきありがとうございました。